今回紹介するのはファイアボール。日本データワークスが1994年3月20日に発売したタイトルで、定価は税抜き7800円。パッケージは全体的に黒くて分かりにくいのですが、赤い線の中で炎が燃えていて、その中にピンボール台が見えます。日本語表記だとシンプルにファイアボールというカタカナ表記なのに対して、英語表記はファイアボールの後ろにびっくりマークが2つあり、英語表記の方が勢いを感じてしまうのは気のせいでしょうか。ジャパンデータワークスのロゴがあり、いつもの 3DO ロゴや相変わらずのパナソニックロゴが見られます。背表紙にはシンプルにファイアボールとカタカナ表記だけがあり、品番の表記はありません。裏面にはいわゆるゲームに対するキャッチコピーも説明文も見つからず、ファイアボールの英語ロゴがあり、5種類のピンボール台が中途半端に切れた状態で掲載されています。品番は FZSJ0801 だったようで、企画開発発売元日本データワークス株式会社、発売元松下電器産業株式会社、 3DO 事業推進室と書かれているのですが、発売元の会社によって松下電器産業の対応部署が異なるのでしょうか。帯を確認するとほとんど情報らしい情報は見られません。いきなりピンボール台が登場し、このピンボール台でゲームを楽しめるのかなと思いつつも、パッケージの裏側には5つのピンボール台があったはずなのですが、最初の台と考えてよろしいのでしょうか。ピンボールゲームゆえに1ページに収められているコントロールパッドの使い方を見れば操作は十分に把握できます。メッセージディスプレイのページには英語とそれに対応する日本語が表示されているのですが、ゲーム内にその英語が出てくるたびに取扱説明書を見て確認しろということなのでしょうか。ディスクは真っ黒で何の飾り気もありません。かなりシンプルな取扱説明書にはどうやら色々と間違いがあったようで、こんな正誤表が封入されていたりするのですが、中古で購入した際にはこの紙が入っているかどうかは結構重要なのかもしれません。ということで、パッケージに興味を持った方はぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ中古でもいいかな。